二大窓かは、日本将棋連盟所属の女流騎士。東京都目黒区出身。西村和義九段門下。女流騎士番号は43。かつては、日本女子プロ将棋協会に所属しており、所属時のルプスサ番号は17。幼少時に、父から将棋を教わる。本格的に将棋を始めたのは、高校の時で、そこから1年余りで、アマチュア2段程度になった。 1997年10月、17歳の時に女流育成会に入会。3年余りを経て2000年10月に女流二級としてデビューした。2003年4月1日、女流初段に商談。2007年5月、ルプスサニー席。2008年6月6日、一デートーナメントで優勝。その一方で、教室事業や一デートーナメントの企画、運営を担当し、 2008年5月にルプスサの理事に就任して運営に携わった。翌年の2009年6月1日、ルプスサを大会。北尾はフリーの女流騎士としての現役続行を希望しており、日本将棋連盟にその旨を伝えた。これを受けた連盟は女流騎士の対局権利についてと題した公式発表を6月10日付で行い、フリーの女流騎士の対局権利の確保についての 方針を示した。2009年9月から翌3月まで NHK 教育テレビで NHK 将棋講座千崎学ぶのすぐわかる現代将棋の聞き手を務めた。2010年度の第37期女流名人遺線 A 級リーグに在籍。2011年4月1日、連盟の客員騎士であった北尾は日本将棋連盟女流騎士会に再入会し、 連盟所属の現役女流騎士に復帰。2013年8月17日第7期、マイナビ女子オープンでアマチュアに勝利し、女流二段に昇段。北尾は女流騎士として活動する一方で、普及活動には特に熱心に力を入れていて、ルプッサを大会後の2010年1月20日に、将棋普及のための会社である株式会社ネコマドを設立し、 将棋教室やイベント開催などの普及活動を始める。栃木将棋祭りや2013年に開始以降年に数度行われる女流騎士のイベントである将棋対局女流騎士の地と美では猫窓が企画として参加し、北尾自身も総合プロデューサーとして毎回出演している。またルプスサに所属していた2008年に動物将棋のルールを考案。 発売以来累計60万個を突破するヒット商品となり、さらに2010年にはその動物将棋をベースにゴロゴロ動物将棋を監修。2012年には動物将棋よりもさらに駒の数の少ないアンパンマイ初めて将棋を監修するなどプロデューサーとして各地で動物将棋などのイベントを開催している。一方で国内だけはなく海外への普及活動も熱心で、 年に数回欧米やアジア各地に普及活動のために出張している。中でも2008年頃からポーランド国内でインターネットを中心に将棋を始めていたカロリーナステチェンスカを2011年の夏に日本に自宅に招待するなどし、その後も将棋の修行、世話をするなど研修会を経て2017年に女流騎士になる過程で極めて大きな役割を果たした。 2019年2月7日に、第1期ヒューリック坂月精霊戦で事実上の指定対決である北尾とカロリーナの対局が行われ、カロリーナが勝利し、対局後カロリーナは北尾に対して感謝の意を述べている。ありがとうございます。